バイオリニスト高嶋ちさ子50が2日日本テレビ系新春しゃべくり7に出演。箱根駅伝への熱い思いを語った。私人を応援しないんですよ。私は応援される側だからと冷めた視点の高嶋。ただし箱根駅伝に限っては母校青山学院大が昨年まで総合4連覇を果たしており、青学ってそれまで強いもの何もなかったんですよ。強いもの駅伝ができたから嬉しくて、にわかファンですとハマったという。毎年2日3日は箱根まで見に行ってます。テレビ中継よく見ると私いますよ。往路で最後ゴールするところのこっちゴール手前の左側に旅館があって、そこの2階からと箱根で応援していることを熱く語った。さらに帰り袋は車で追っかけるんですよ。途中にうちの実家があるんで寄ってと袋はレースを車で追いかけることを告白。父が早稲田、私が青学なんで青学の方が強いじゃないですか。だから最近、だから父をボロクソに言うと痛快そうに笑った。